どうもこんにちはです。今日もまたやってきました。今日は2019年11月の20日15時59分です。はい、今日もトランペット養成ギブスをつけておりますね。今日はバックの 3C でずっと通してみたいと思いますね。とうとう私もバックの 3C まで行った。目標はバックの 1C だからね。はい、目標はバックの 1C です。でいろんな YouTube 見たけどさ、本当にみんな音で鳴って楽器が鳴ってないね。びっくりしちまう。音が細くてみんなさ、サックスも楽器が鳴ってない、トロンボーンのアドリブソロが全然鳴ってない。宇都宮で楽器鳴ってる人誰もいないわ。宇都宮で誰が教えてんの？それが知りたいんだよね。ほんでね、日本の俺音がいいな。やっぱしね、音楽っていうのは音色、楽器の音色とリズム感だからね。音色だよ、音色。うん、いい、日本でいいなと思ってる人が今一人います。あのトロンボーンの中川栄一郎さん、あの方、あのトロンボーンはね、いい、あの副業家でさ、リズム感もいいでしょ。あの昔の和田さんみたいな感じなのね。あの私の上司だったスイングジャーナル5本の指で入ってた人、和田光正さん、ジャズトロンボーン者ね。ああいう感じの音だったんですよ。いや、柔らかくって明るくってね、リップスラーが効いてね。あとは音のいい人いないね、日本でね。はっきり言ってね、全部全滅です。なんでこうなっちゃったの？みんなアドリブばっかしの方向に行っちゃってさ、音色っつうの忘れてんだよね。アタックと音色、誰が指導してんだよこれね。私はそう思いますよ。みんなの YouTube 見てごらん。楽器が全然鳴ってないもん。なんだろうねこれね、この現象。うん、不思議だね。なんか私はね、そういうのが嫌いだからさ、毎日練習してますね。今日はバックの三子、みんなハイトーンばっかし行っちゃってさ、ね、肝心な音色っつうのが鳴ってねえんだよね。これが基本なの。音楽は音色。渡辺貞子さん見てごらんなさいよ。綺麗な美しい音色でしょ。ならなさすぎんだ、みんなさ、みんなテクニックばっかし行っちゃってね。もっと吹き込まないとダメだよ。ほんと。がっかりしちゃった、俺ね。うん。というわけでね、今日も。これは私の愚痴です。はい。これは独り言ね。私はそういうことはね、したくないんで、とにかくでかいマウスピース、でかいマウスピースで目標を置いております。
あの下の下の音をもっと美しくさ吹くようにしないとダメだよ。いや俺もだけどね。やっぱ三振はきついね。